今回は人口60万から70万の都市対決をお送りしていきます。人口60万人以上の都市で対戦を行っていく企画。今回は船橋市、静岡市、岡山市、相模原市、熊本市です。勝ち抜きは上位2都市。最新データをランダムで利用する論より証拠の10連戦で検証していきます。1試合目、小売業販売額等の岡山市の勝利、5点差の2位は静岡市。2試合目、出生数等の熊本市の勝利、11点差の2位に船橋、岡山、相模原。3試合目、商業販売額等の岡山市の勝利、7点差の2位は静岡市。4試合目、入間人口比等の静岡市の勝利、11点差の2位は岡山市。5試合目、商業従業員数等の岡山市の競り勝ち、2点差の2位は静岡市。6試合目、製造業荒付加価値額の静岡市の圧勝、18点差の2位は船橋市。7試合目、飲食店数等の静岡市の勝利、10点差の2位は岡山市。8試合目、学術研究業売上の相模原市の僅差勝ち、3点差の2位は熊本市。9試合目、建築工事費等の熊本市が接戦を制する、3点差の2位は岡山市。最終戦、課税対象所得の相模原市の解消、12点差の2位は船橋市。全10試合の最終結果が出ました。岡山市勝ち点61、静岡市勝ち点54、熊本市勝ち点39、相模原市勝ち点34、船橋市勝ち点20。接戦になるも3回1位で安定していた岡山市が優勝、2位ながらポイント最大の静岡市が2位でした。熊本市は注意力となり3位止まり、相模原市は健闘するも4位、船橋市は政令市の勝てず5位でした。次は勝ち抜きの岡山市と静岡市が人口格上の堺市、浜松市、新潟市に挑みます。出生数年少人口は熊本市、人口密度人口増加率は船橋市、農業は熊本市、卸売業小売業は岡山市が高い、製造業は静岡市が高い、財政は船橋市が高め、医療系は岡山市が高い、火災交通事故犯罪は船橋市が少なめ。建築業は熊本市が高い。その他経済指標は静岡市が高め。この動画はここまで。最後まで見ていただきありがとうございました。コメント、高評価、リクエストもお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。